シャックです。マッツです。今日のテーマはヒートのカオレスファイナル進出は確実か。聞いたー。強ない強っ。こんなんやったっけ。プレイン嘘ちゃう。あれプレイン嘘やな。なんであんなんなってた。よう分からんわ。あとシーズンはの結果もなかったことになってる。スポルストラ新たな作戦やなこれ。森保監督みたいに。うん、そんな感じ。いや、それぐらい、ファーストラウンドマイアミすごかったけど、うん、セカンドラウンドもめちゃめちゃすごいわけよね。すごいね。なので、今日はそのセカンドラウンド勝ち進めてる理由についてね、最近のヒートをちょっと話していきたいと思います。みんなも聞きたいかもしれない。いよいよ明日ゲーム5があるので、その予習も兼ねて、ぜひ皆さん今日も最後までお楽しみいただいて、僕ら応援する目を込めて高評ボタンポチッとポチー押していただいて、まだの方忘れずチャンネル登録いただけると、僕らの続けるモチベーションになるので、嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。本編前に1点お知らせがあります。お知らせ。今週5月13日は素人NBA月1ライブ開催させていただきます。やるぞ。このマイアミの話もそうやし、いろいろあるからね。はい、いろいろオフの噂も含めて皆さんとね語り合いたいと思うんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。お待ちしてます。素人 NBA ヒートはここまでニックスに対して3勝1敗。こんなことになると思いましたか。むしろ勢い的にはニックスがキャブスをなぎ倒したということなんで、どっちもアップセットやけどね。やけども結構いい勝負するんじゃないかみたいな見られ方もあったやん。ここまでとは思わんかったね。そう、ただいっぱいは実際してんねんけども、試合の内容的にはマイアミのも圧勝も圧勝。まだプレーオフジミー健在。それがジミーもすごいねんけど、それ以外の選手がめちゃめちゃすごいけどね。映った。そう、ジミーエナジー。そしてチーム全体としてやっぱ安定した強さを持ってるっていうのが今のマイアミでマイナスな点がなかなかないっていうの。クッソどうでもいいけどさ、うん、ジミーエナジーってナドリ打ったらバリ売れそうじゃん。めちゃめちゃどうでもいいな。ふと思ったんやけど、ちょっとモンスター風な。そう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 。なんかこう赤と白のな。そうそうそう。あなたも今日からジミーバトラー。試合前に俺らは買うと思うねんけど。売れそうやんな、闘魂チーム。そうそう、そっち系。実際もうディフェンスはマイアミは、ね、ずっと一貫した強さがあんねんけど、安定感あるんやろ。ちょっと今日言いたいのがオフェンスのパターンがめっちゃ豊富っていうこと。増えた。増えたね。シーズン中のマイアミと今のマイアミ全然違うから、ね、やっぱ隠してたよなほんまに。ないやろね。だなので采配もやっぱ全て素晴らしい。なのでもうジミー一人じゃないわけよね。みんなジミーみたいになってるやん。みんなジミー。すげえざっくり言うと恐ろしいよ。なんで気が早いけれども、カンファレンスファイナルに進出できる可能性は限りなく高まっている。って優勝したらうえぇ。第8シードからね。しかもプレインからな。プレインから。素人 NBA オフェンスの部分ちょっと今日中心に話していきたいねんけど、シーズン中のマイアミヒートのオフェンスといえばもうゆっくりゆっくり作っていくっていう。セットオフェンスやろ。あのハーフコートで作っていくっていうスタイルで、実際になのでレギュラーシーズンのヒートのバスケットボールのペースっていうのはリーグ30チームの中で29番目や。遅いんや。めちゃめちゃ遅かったわけよ。ただですね、プレーオフでは打って変わってガンガン走るチームになってます。隙あればブーン来る。いや、もうその隙をずっと探してます。ディフェンスがもともといいっていうのもあんねんけど、そっから速攻ガンガン仕掛けてターンオーバーカラーとかね、みんながもう空いたらボン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 シュート打っていくっていうね。素人 NBA それぐらいマイアミのそのオフェンスのバスケスタイルっていうのがめちゃめちゃ変わってるわけよ。180度ほんまに変わってんね。めちゃめちゃ変わってる。なので例えばケビン・ラブのあのキャブス時代に見せたアウトレットパスとかの精度素晴らしいのよね。パシーいく。そう、キャブス時代さ、ラブがインバウンズパスでレブロンに対してとか、レブロンがうんってやね。そうそうそう、アービングに対してとかあるけど、それが実はラブ起点でマイアミでも見れてるっていう。この人何歳ですかって感じやな。いや、それぐらいやっぱラブが生き生きしてるし、そして仮に速攻ができなかったとしても止められたと、ハーフコートバスケではですね、もうパスが回る回る。もともとこっちのチームやもともとね。ただシーズン中よりもパスがねほんまにみんなに回っていく。ウォリアーズより動いてる。動いてる感じはするね。いいね。しかもそのパスも一個一個意味があるパスで、無駄パスなし。無駄パスないね。そのパスが上手かったバスケットボールの代表チームで言うと、例えば2014年優勝者サンアントニオスパーズとか、パシパシマシだよ。その代表的なチームやってんけど、うん、もうそのチームを彷彿させるぐらい美しい。そんなすごいんや。そうやね。でそれぐらい見ててほんまにおもろい。そしてこのアデバイを起点にしたこうハンドオフアクション中心になってね、受け渡しのアクション、柱になんやろ、柱に。そう、そしてハンドオフもらってのスリーだったりだとか、ウィング陣がカッティング、あるいはオフボールスクリーンでどん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 フリーを見つけていくっていう、ね、チームバスケやね完全に。そうやね。
このニックスが苦戦してるのがなかなかそのチームバスケができてないところもあるんで、うん、やはりオフェンスの作り方的にはヒートとニックスでいうと差はもう歴然としてる。煮込み方が違いますよヒートはそうやな、ずっと煮込んでるよ。なのでさっきも話した通りジミー・バトラーの負担がセカンドラウンドで大きく削減されてるわけ。理想やん、めちゃめちゃ理想、ね、実際ジミーはファーストラウンドではだいたい1試合平均得点36、7点ぐらい取っててすごかったよ、とんでもなかったよ、うん、で今のセカンドラウンドでは1試合 26.7 ポイント、フィールドゴール 48.1%。 逆に怖いね、この 26.7 もすごいねんけど、そうでも前がすごすぎたから、そうやね、ちょっと見劣りするやん。でもっと言うとスリーポイントはセカンドラウンドだけで言うとジミー 16.7%、あら低、めちゃめちゃ低いやん、1本しかスリー決まってない。そうな、そうっていうぐらい実はジミーのシュート効率は落ちてんねんけれども、とはいえやっぱ勝負どころではしっかりとジミーにボールを持たせて彼が勝負をしていくっていうスタイル。今のマイアミがねこれすごいっていうのが、実はジミー以外に2桁得点記録してる選手が5人もいるっていうこと。5ジミーいんねや、5ジミー、5ジミーいます。しかもこの5人の中に当然タイラーヒーローとかビクター・オラディポは入ってないわけ。そっか、おらへんもんね。そうやね、1人目がこのバム・アデバヨ。オフェンスでも見せれてる。彼はですねオフェンスは積極性だけです。あとはそこだけ、そこだけ。ミッドレンジャー決める外すとかはもうどうでもよくて、打ちなさいと、打ちなさいっていうね。基本的に彼が1試合15本ぐらいフィールドゴール放ってくれれば20ポイントぐらい取れる選手なんで、でもボンボン打ってってほしいね、打てたら。そうね、実際に前回のゲーム4は彼フィールドゴール17本打って23点叩いてたりとか。打とう、そうやね、もう打つだけ。うまいな。そうで、ディフェンスはこれはファーストラウンドからやったけども、引き続きモンスター級のディフェンダーですよ。前からうまいしね、うまい、完全にもうジュリアスラウンドを抑えきってて、なのでこのセカンドラウンドではバムは1試合平均 17.8 ポイント 10.3 リバウンド。素晴らしい。マイアミ的にはキャブス来た方が怖かったやろうね。そこはあると思う、うん、そこは間違いないからね。大きいやん、あっち、うん、ちなみにさっきリーグ29番目がマイアミって言ったけど、うん、リーグ30番目、つまり一番ペース遅かったのがクリーブランドキャバリアーズ。そうね、遅い対決になった、ね、そうや、ね、なってたかもしれんっていうね。それはそれでおもろい。そしてマックス・ストゥルース。ストゥルースいい感じ。いやセカンドラウンドのマックスマジでマックスやからね。マジマックス来てる。マジマックス来てる。ベイマックスみたいに言うね。ベイマックスは優しいぞ。いやファーストラウンドさ、このストゥルースちょっと得点面で物足りなかったんや。ただ今のセカンドラウンドでは1試合平均15ポイント、スリー 37.5%。 それはジミー休めるね。ニックスがさ、なんとか自分たちに流れを持っていきたい、そういう場面で確実にトランジション3あるいはハーフコート3決めてくるのがこのマックス・ストゥルース。じゃああれやね、ニックスファンが一番嫌やろね、この選手。実際に俺はね、マックス・ストゥルース一番嫌いと思う、ファンはな。そうっていうぐらい試合見てるとほんまニックスファン頭が痛いと思う。そして、ね、ニックスファンからして頭が痛いのがもう一人いて、もう一人のベンチから出てくるカイル・ラウリー。頭脳派の人ね、頭脳派。これね、やっぱこのシリーズ控えポイントガードのレベルの差がもう顕著に表れてるよ。そっか、あっちは控えガクッと落ちるね。控えはニックスは今ねクイックリ、クイックリでしょ。当然シーズン中はシックスマンオブザイノミネートされたりとか、 YA ラウリーやからねこっち、あの経験値の格が違うっていう、ね、当然 IQ は今怪我で試合に出れてないわけやけども、おったとしてな、ラウリーの何がニックス的にだるいかっていうと、例えば24本ショットクロックギリギリな場面でジミーがコートにいない場合出てない、基本的にラウリーが行くねんけど、それを決め切ってくるよね。バカず違うね、バカず違う。リング持ってますから、リング持ってるっていうのはこういうことなんや、ね、俺らに教えてくれる。乗り越えていた試練が違う。そう、いやいい意味でほんまにだるいわけよ。相手からしたらな。そう、ただジョシュハートとかもギリギリなとこついてんのに、その上をひょいって決めてくる。ジョシュハートはめっちゃ嫌やろうね、めちゃめちゃ嫌。しかもやっぱプレーメイクも抜群にいいわけなんで、このラウリーもこのセカンドラウンドになってレギュラーシーズン以上にやっぱインパクト出してる。素晴らしい。そして他にもスタメンのゲイブ・ヴィンセント、あ渋いよ。そして控えからウイングケイレオ・マーチンも同じく2桁得点を記録してる。2人とも渋いのに2桁いってんね、素晴らしいよね。おもう渋さ消えてきたね。お派手さになってきたよ。むしろかっこいいよね。おしかもマイアミでいうと当然ヴィンセントなんかドラフト外よう育てたね。そうドラフト外、あるいはジミー勝て1巡目カイやん、ね、そうやな。だからそういう叩き上げ選手が必ずファイナル行くかもしれない。いやなんか夢持ってるね俺らも、頑張ろうって思うね、うん、そんな3勝1敗でマイアミのオフェンスのパターンがねめちゃめちゃ豊富っていう話はしてきてんけど、より今後期待していきたいっていう場面で言うと、実はセカンドラウンド3ポイントの確率がファーストラウンドと比べて落ちてるということ。そこは懸念だと。結構懸念やね。1回戦のバックスのシリーズがチーム全体で3入りすぎてた印象もあるんだけど、なんかあれやね、バックス前のプレーオフでも入りすぎで負けてなかったっけ。
なんかそういうジンクス彼らあるのかもしれない。なんかあったっけな、うん、なんかめっちゃみんな入ってどうしようもない試合があった気がする。マイアミヒートは1回戦のバックスのシリーズはチーム全体で1試合平均の3.45%。それもう無理や、これもう無理や、無理無理無理、40超えてますやん。ただ今セカンドラウンドではチーム全体の3が 31% まで下がってるわけ。この人 75% と決めてなかった。ただこれね、ダンカン・ロビンソンもセカンドラウンドちょっと苦戦してるの。ちょっとちょっと、なので実際に3だけっていう観点で言うと、ラウリー、そしてストゥルース以外はなかなか入ってないんで、このあたりの改善っていうのはカールスファイナル仮に進んだ場合はめちゃめちゃ大事なの。この人やね、この人、この人もそうやしね、うん、しかもカールスファイナル行けばシクサーズあるいはボストンセルティックスを勝ったとこなんで、強いぞどっちも。お互いに3バンバン決めてくるチームなんで、このあたりの改善っていうのは今後要必要です。そんなね、いよいよ明日ゲーム5があるマイアミやねんけど、マイアミ行きそうやね。このまま行くとその確率は高い。一方でニックスの話もちょっと軽くしたいねんけど、ニックスファンにもなんかこう希望を与えましょうまだシリーズは終わってないねんけど、そうやで。もう一つちゃんとここで言いたいのは、この時点でニューヨークニックスの今シーズンっていうのは大成功です。いや終わらすなよお前終わらしたんだよ今、希望待ってたのにさ。いやもうすでに希望があるっていうことが言いたい。もっと行きたいやろ。だから残念ながらもうマイアミとニックスのチーム力の差が全然違うんで。まあ違うんや、もうあのゲーム見てるとほんまに違うわけよねほんまに終わらしてるやん自分もうしゃあないね。いやもうニックスはブランソン一人でなんとかなんとか繋いでいくみたいな。なんかどこ行ってもそういう結末なのかな彼はもうほんまにタフにタフに2点繋いでんけど、その後の攻撃でマイアミが楽々にもう一回展開するっていうね。速攻でナピュー打ってくんだやろ。そったらそれでも最後までよくついてってるニックスっていうのはほんますごいわけよねほんまに、はい、でね、もちろんファーストラウンドのゲーム3ぐらいからステップアップして RJ とか、うん、いいねんけども、やっぱなかなかそのゲーム投手の一貫性だったりだとか、そしてチームのエースジュリアス・ランドルはこのセカンドラウンドに入ってめちゃめちゃ不調。ランドルってなんかそういう時あるよね。あるね、不調、シュート入らへんだけやったらいいねんけど、ディフェンスもあかん、ディフェンスもあかんっていう、やってないやんみたいな思うことがあるわけ。なんか数シーズン前に戻ってるよ。そうやね、あの新しいお子さん生まれた時ぐらいのシーズン。そうなので、ちょっとニックス界はね、シーズン終わったらまたゆっくりやりたいと思うんだけど、一旦向こうも動きがあるやろうしね、終わったら、うん、このあたりジュリアスで今後もええんかみたいなのは再び出る、やっぱり議論は入ると思う。 RJ 頑張れと。そしてね、この各選手の個力の差だけではなくて、やっぱチームのオフェンスの組み立て方っていうのもマイアミとやっぱニックスって全然違うわけよね。なのでニックスはどうしてもオフェンスは単発になっちゃってるんで、監督次第かな、このあたり仕事の修正ができるのかどうか、うん、でそれぐらいちょっとオフェンスの手詰まり感がひどいんで、もし明日ねゲーム5ニックスが奇策を用意するんであれば、はい、エヴァン・フォーニエ俺起用するっていうのは結構ありやと思う。まさかのスタメンとか、スタメンではなくていいと思うんだけど、シックスマンとして。そうで、今何が問題かっていうと、ブランソンがコートにいない時間帯のオフェンスがとにかくひどい。オフェンスは任せていいんじゃない。そうやね、だからその担当として、あ、当たったらかっこいいね。なのでフォーニエを俺はね出してほしいなって思ってるし、当たったらかっこいいよ。しかもチームもやっぱニックスの方がヒートより3入らへんわけよ。当然やっぱフォーニエのディフェンスは心配やねんけど、もうそれも一旦置いといて、一回オフェンスに振り切れと。そう、点取るしかないんで。かつ IQ もちょっと明日ね復帰するかどうか分からんけど、復帰したとしてもこのシリーズ効率めちゃめちゃシュート悪いんで、大舞台すぎるよ復帰にしては。なのでこの辺りトム・シボトーがまさかのフォーニエとかデリック・ローズよりもフォーニエやと思うねんけど、シボトーはやんなさそうだけどな。ちょっとこの辺りどうなるかっていうのはもうめちゃめちゃ注目です。当たったらすげえけどね。いやー、シボトー見といてください。いや絶対それはそんな暇ない今頃必死ですそうだね、めちゃくちゃ考えてるよ素人 NBA。 以上、今日はセカンドラウンドの入っても勢いが衰えないマイアミの強さについていろいろ思うことを話してきました。あなたは今のマイアミの強さはどういうところにあると思いますでしょうか。ぜひ皆さん熱い思いコメント欄で聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして僕たちは明日以降皆さん楽しんでいただける NBA 動画どんどん出していきます。どんどんまだチャンネル登録されてない方はこの動画をすぐにチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。その他メンバーシップでは月本通常動画以外に限定動画を出します。バーン、今月はドラフト注目生マニアック編やっていこうと思うんで、ぜひ皆さん気になる方は入ってください。お待ちしてます。5月ぐらいに出します。サブチャンネルではメインでは片手なトピックについてもいろいろ話してるんで、そっちの方もチャンネル登録して待っててください。あっちもほぼ毎日やってます。素人 NBA では随時スポンサー様を募集しております。広告入れるよ。一緒になんかやっていただける方やね、僕ら応援いただける方はぜひ気軽に皆さん連絡してください。基本 NG はありません。待ってます。僕の個人チャンネルもよろしくね。僕のボイッシュも来ません。そして最後におもこめ、おもこめ今日のお
もこめは何ということですね、前回やりましたクリッパーズのオフはどうするべきか、どうなるんだい、私さん、私エディごとコビントンをシクサーズにくださいって、もうロケットやな。もうチームごと行ってまいってサイラスモン。こんな感じで毎回いろんなおもろいコメント発表してますので、今後おもこめ書いていただけると嬉しいです。嬉しいです、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。サイラスはどこに行くんだい、誰かジミードリンク作ってくれ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。